吉田さん、Facebook の返信するの忘れてました <laughs> 偶然そんなことがあったんですねいや友達外れてるかどうかなんて私もねもうとんと分かんないですよで Facebook そもそももう使わなくなっちゃったんでねたまに思い出したように使いますけどもまあでもねメディアを1個しっかり運営したら他のことっていうのは補助的にしか使わなくなってくるんでまあ Facebook やるよりもね私は最近ねあの、メルマガですかメルマガを再開したんですよ そうするとね、毎回ね100ぐらいは反応してくれるんですよねあこれはあの、マーケット復活したなと思ってるんですけども <laughs> だからこれからはねちょっとこう即可塾の,あの会員数2万人のメールマガをね再度使っていこうかと思いますただし今調べたら1万3,000人になってました <laughs> 7,000人も放置しておくと解除されたんですね、うん、まあそれもしょうがないでしょ何も送ってこないメールマガジンを解除するってのもなかなかのね宣言の目だと思いますけど それでねあの、動画のよりでポン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 してるじゃないですか昨日ね久しぶりにね暗号通貨のマイニングのお誘いの,あのメッセンジャー来たんですよ、まあ、それがですね「いやー儲かりました」みたいな、いきなり来るわけですよ「誰やお前」みたいな感じだったんですけども「よかったですね」みたいな感じで返信したんですよで、えー、急にお金がいっぱい入ったんで「えー、最近は調子がいいです」みたいなことに書いてくださってねで私もそっけなく「よかったじゃないですかおめでとうございます」って書いて終わったんですよ なんか教えましょうかって来たんで「いや別にいらないですよ」っ <laughs> て言ったんですけど終わるかと思ったら「暗号通貨のマイニング知りたい時はこちらを押してください」って URL が貼ってあるんですよ。 いやいらないってしつこく言ってるのに何この人みたいなここまでセールスを焦るってことはこの人儲かってないんだなってい <laughs> うすぐわかりますよねこの人はね大体私にね暗号通貨のそのマイニングのお誘いをする時点で、ね、もう全然センスがないんですよマイニングで稼げるわけねえだろうみたいな主張してたりとかねあのー、ICO は気をつけろとかね散々発信する私に対してね営業のメールをかけてくるとか暗号通貨も SNS の使い方もアフィリエイトのやり方も全然ダメだなと思ったこの人ね だから私みたいなのにこういうのを送るから儲かんないんですよねこの人はもっとねいわゆるネットの常弱の方に送ってだまさないといけないですよね私はまあそういうので騙されないんでそもそもそんなもんに頼るような資産状況でもないんであ僕は僕で儲けてるんでいらないですよって話ですよねだからそれが Facebook で記事書いてないとわからないんですよやっぱり、うん、だから記事を書いてあげることも、うん、なんかね詐欺師を呼び込むことのネタにもなるし詐欺師を その近づけさないことのネタにもなるかなと思いますけどもそもそもフェイスブックね私もね吉田さんとのやり取り以外に使ってないような状態なんで一時期のようにねフェイスブック信者出会った私はどっかに行ってしまって、まあ、今あ YouTube に帰ってきたかなってとこなんで将来的に YouTube とねフェイスブックが合体すればいいくらい思ってますけどねはいじゃあこんなとこでフェイスブックと YouTube の合体の日はいつでしょうかいってらっしゃい